はい。ということで、今回はこちら。ベローズギル3.8インチ。こちらをね、紹介していきたいと思います。実はこれ。めちゃくちゃ伸びる。エラストマー素材のプロトになります。こちらを紹介していきたいと思います。 はい。ということで、こちらですね。エラストマー素材。まあ、プロトサンプルなんですけど、まあ、エラストマー。伸びる素材。めちゃくちゃ、こう、伸びます。ビヨーンって。こういう感じでね。めちゃくちゃ伸びる。エラストマー素材でできた、ベローズギル3.8インチ。まあ、こちらもね、サンプルで、まあ、カラー違いとかであるんですけど、まあ、こちら。 伸びる。まあ、エラストマン素材なので、もちろん浮く。まあ、スイッチの中でね、こう、ボトムがあって、こう、例えば、まあ、ウエイテッドでも、まあ、いいんですけど、こう、ボトムにこう、ついた時に、ケールだけこうね、浮いた状態で多分、なると思うんですよ。ということで、まあ、このエラストマン素材、まあ、ウエイテッドでリフってみたのがあるんですよね、こちら。 こちらちなみに、はやぶさのハイパートルネードウェイテッドの40で16分の1の素を今セッティングした状態で、リグってみました。まあこういう感じでね、ウェイテッドつけると、まあ例えばボトムにこうついた時に、まあ、ワームがこう普通はね、ボトムにペタってつくんですけど、まあこちらエラストマーなんで多分こういう感じで、 浮いた状態でこうね、誘えれるっていう状態になると思うので、まあこれはね、実調でちょっと僕も確かめてみないと、どんな感じでこう落ちてって、でアクションするかっていうのはね、確かめてみないとわかんないんですけど、まあこのエラストマっていうことで、まあいろんな使い勝手がね、できるっていう感じですね。 まあ、g クラックだと、通常のサフモデル、まあ、ソルとアミノ酸が入った、まあ、サフ仕様のベロースギルは今は市販されてるんですけど、今回こちらはエラソマなので、プロトなので、まあ、いろんなね、こういうね、使い方ができるかなっていう感じでね、まあ僕もちょっと、古城、現場に出て、まあ、いろんな使い方、シチュエーションで試してみたいと思います。 まあ、販売するかどうかはちょっとまだ未定なんですけど、まあ、こういうね、ルアーを作ってますよ。テストしてますよ。っていう感じで、今回はこちらのね、プロとサンプルモデルを紹介しました。まあ、エラストマでできたベローズギル。ということで、まあ、浮く使い方が無限大っていうことで、 まあいろいろ試していきたいと思います。